ルアンメイ、聞き覚えがあるような、ないような。また会ったわね。クラブのメンバーはポルカカカムによってほとんど始末されたと思ってたから、あまり期待してなかったんだけど、あれ、誰かと思えば。あら、戻ってきたの？もちろん、三人の天才が集まるんだから。今はちょうど特別な時期だから、各課が天才クラブの大物を迎える準備をしてるのよ。ミス・ルアン・メイは控えめな人だから、大勢での出迎えは好まないかもしれない。だから、彼女の好みに合わせて、全てをシンプルにするようにとスタッフには指示したわ。それにね、数日前にもクラブメンバーの肖像画が飾られてる場所に案内して彼女の分も作ろうとしたんだけど、断られてしまったの。本当に理解できない。ま、彼女が良ければそれでいいんだけど。ミス・ルアン・メイはお菓子が好きだって聞いてるから、スタッフたちにブルーの伝統的なお菓子
を用意させたの。どのお菓子もとても気に入ってもらえたみたい。まあ会えるんじゃない？自分で探しに行けば。ここへ来るなり研究のための移送霊下を借りてそのままどこかへ行っちゃったから。ミス・ルアン・メイは本物の学者よ。以前彼女は休憩でとある砂漠の惑星に立ち寄った時にその地の種を繁栄させるっていう奇跡を起こしたらしいわ。多分ただ何もない場所で自分の生命螺旋システムを試したかっただけじゃない？ルアン・メイは才能があるけど残念ながらほとんど人付き合いをしないし隠居じみた暮らしをしてる。要するにあなたはこれだけを知っていればいいの。彼女はこのヘルタの学術パートナーになれるくらいの人物だってね。さあ話を聞いたら出発して。彼女を見つけられるといいね。わからないわ。でもミス・ルアン・メイは日常茶飯には興味がないみたいで普段は主制御部分やホームにしか出入りしないの。そのあたりを探してみたらどうかしら。ミス・ルアン・メイは本物の学者よ。以前彼女は休憩でとある砂漠の惑星に立ち寄った時にその地の種を繁栄させるっていう奇跡を起こしたらしいわ。要するにあなたはこれだけを知っていればいいの。彼女はこのヘルタの学術パートナーになれるくらいの人物だってね。さあ話を聞いたら出発して。彼女。はっ！ふっ！ホームの端に誰かいる。もしかして彼女が。この方向なら成功するかもしれないな。戻ってデータをチェックしよう。こ
んにちは。驚かせてしまっていたらごめんなさい。仕事の癖なんです。接触によって知覚を解放し、生命に関する詳細を脳に流し込む。そうすることであなたの生物学的構造を理解しやすくなります。これは脱構築と再構築の基礎です。おや、緊張しないでください。あなたは健康です。完璧な実験サンプルですよ。私はそういったものが好きなんです。本当ですか？すみません、あまりにも風景を楽しみすぎて夢中になってしまったようです。私は宇宙ステーションにはそんなに出入りしていないので、今日この場所を知ったんです。見晴らしがよく心が落ち着きます。蓮の葉、梅の花、もち米、それからアイシングの香りにぴったりです。ここにいらしてください。ほら、ブルーの惑星が足元に見えるでしょ。生き生きしていますよね。あ、このデザートも美味しいですよ。半分どうぞ。甘いスイーツは花が咲く姿を思い出させてくれます。一口ずつ食べていくと、その香りが口の中に広がっていくんです。あなたにも気に入ってもらえるといいんですが。美味しいですか？次回はもっとつけておきますね。スティーブン・ロイドの元を訪ねるときはいつもイチゴのお菓子を持っていくんです。そうしないと顔を出してもらえませんから。ええ、素晴らしいスイーツですね。角砂糖 10g、 乾燥させた塩漬けの梅の花。焼き菓子作りと料理は宇宙を育てるようなものです。火加減を調節し、司祭を考え、いかなる状況に遭遇しても慌ててはいけません。残念ながら宇宙ステーションは人が少し多すぎます。喧騒はお菓子に最適とは言えません。話は変わりますが、あなたは私の研究を覚えていますか？覚えてない。私はトイレの物語を研究することしか興味ないの。どういうこと？私、何を言ってるの？そうなんですか。かわいい趣味ですね。ただ今後同じようなことが起きた時は、事態を理解するまで表情に出さないようにしてください。さもないと全身が隙だらけになりますよ。もう一度やってみましょう。まだ何か聞きたいことはありますか？おいしいお菓子だね。もっとくれない？
どうして思ってることが言えないの？食いしん坊な方ですね。いいでしょう、レシピを教えてあげます。私と一緒に歩きましょう。美味しいお菓子を食べた後は散歩が最適ですよ。暇つぶしにもなりますし。人がいなくなるとここはとても静かですね。まるで以前行ったことのあるノーマンズランドのようです。あなたは、生命が存在しない世界を想像することができますか？そこでは地平線の果てにある恒星が見えます。巨大なターコイズブルーの恒星が軌跡に沿って動き、盤上の光の下には白くぼんやりした大地だけが広がっているんです。私と母は静かな氷河を行き、世界中を旅して生命の痕跡を探し、いろいろ不思議な現象に遭遇しました。それはまるでパズルのピースの山から唯一正確なものを探し出すような作業でした。申し訳ありません、少し難しい話をしてしまったようですね。緊張しないでください。私に敵意はありませんし、あなたの言語中枢に手を出すなんてあまりに失礼です。ただちょっと薬を加えただけですよ。数日前、私はヘルタにあなたに興味があることを匂わせました。模擬宇宙での数少ない接触によって確信したからです。あなたは私の助手にふさわしいと。でもこの世界に漏れない秘密などありません。だから私は自分以外の人間をあんまり信用できないのです。緻密な研究をしているときに間違ったデータが一つでも混入すると大きなトラブルになりますからね。コントロールできない問題は嫌いなんです。ですからあなたに渡したお菓子に反自白剤を加えました。体に害はありません。ただあなたが私の質問に答えようとすると本当の気持ちを話せなくなるだけです。私の研究を守りつつ、あなたの身を守るための一種の保護機能だと思ってください。一切の面倒事が解決したら解毒剤をお渡しします。それに見返りとして報酬も渡しますね。あなたの望みを全て満たしてあげましょう。はい、私が生み出してしまった問題です。宇宙ステーションに到着した時にヘルタからセセルカルが作った位相霊下をお借りしました。他のメンバーの研究成果からヒントを得たかったんです。実際にちょっとしたアイデアが浮かんだので、ここで生命体の培養を試みました。それは一種の生まれながらにして天才である新しい生命体になると思ってました。それらに天才クラブ会員番号8番のラムの名前をつけるつもりだったんですが、どこで何を間違えたのか、それらは意識を持つようになったものの天才には程遠い存在になりました。しかも私の放任主義は逆効果だったようで、先日新しく育てた数体の小生命体が脱走してしまいました。
その後も宇宙ステーションの中で逃げ回っています。ヘルタやアスターには介入してもらいたくなくて、ですからあなたにその小生命体を回収してもらいたいんです。ええ、信じてますよ。この件は彼女たちとは関係ありません。それに関係者が増えると面倒なことになりますから。宇宙ステーションのスタッフたちはまだそれらを訪問客だと思ってるはずです。多くの人を驚かせて不要なトラブルを起こしたくはありません。よろしくお願いしますね。回収した小生命体はどこかに収容すれば大丈夫です。開始課のスタッフが詳しいはずですから、場所を紹介してもらってください。人がいなくなるとここはとても静かですね。まるで以前行ったことのあるノーマンズランドのようです。そうです、私と母はそこで11もの長い極夜を過ごしました。まだ早いし、どこかへ行く？何？宇宙ステーションで危険な実験品を収容できる場所はどこかって？普通の人間がそんなことを聞いてどうするんだ？誰かがお前を送り込んで俺をはめようとしているのか？俺は宇宙ステーションで商売をしてるわけじゃない。特別な隠し場所なんて全然知らないし、クズ鉄とか珍しい宝物とか捨てられた器物のようなものの転売なんてしたことはないぞ。あんたって本当に可愛いね。サインをもらえない？彼女に関することは何も言えないみたい。サイン？そんなものをどうするつもりだ。こそこそして不気味なやつだな。理由を言わないなら俺だって何も言わないぞ。そんなことまで知ってるなんて情報通だな。今宇宙ステーションは大混乱してるんだ。ただでさえ大物の来訪で忙しいっていうのに、どこからともなくモンスターたちが現れてな。お前が解決してくれるなら収容部分に行って確認してみればいい。行けばわかる。情熱変身。人が大勢いるここみたい。
ォンデュケーキは最高よ。その感情の感染力はすごいんだから。私たち全員にポジティブなエネルギーが伝わったわ。私たちのスローガンは何だったかしら。第一に不満を抱くのをやめ、気持ちを整え、おいしいチーズフォンデュケーキでネガティブなエネルギーをまき散らさないようにする。第2に自己啓発に励み、行動力を持ち、チーズフォンデュケーキの究極の信念を目指して歩み続ける。僕たちの教えはチーズフォンデュケーキの味は最高という点にある。知らないだろう、チーズフォンデュケーキはミス・ルアン・メイの一番の信奉者で、こういう方法で教えを広めてるんだよ。愛を捧げる人は皆ミス・ルアン・メイに対する敬意と愛情をこうやって表現してるんだ。スクリューガムさんの信奉者たちは比較的理性的だけど、彼らも機械貴族の来訪を待ち望んでるよ。へえ、君も興味があるようだね。僕がチーズフォンデュケーキ様にお会いする方法を教えてあげよう。努力が必要だけど、ミス・ルアン・メイが通った場所にハートをいっぱいに貼るんだ。君の誠意が伝わればチーズフォンデュケーキ様は姿を現してくださる。ミス・ルアン・メイはお菓子の味にすごくうるさいんだって。ねえ、彼女の好きなものを知ってる？彼女の好みはわからないけど、私はスイカ味が好きだよ。やっぱり彼女に関することは何も言えないみたい。あんたはどうでもいいの。早くどこかへ行って。ルアン・メイは研究中に宇宙ステーションのラジオを聞くのが好きなの。しー、静かにして。彼女の熱狂的なファンたちはそのラジオをしょっちゅうチューニングして彼女の趣味を見つけようとしてるのね。あなたは彼女が何を聞くのが好きなのか知ってる？知らない。私はいつもラジオで漫才を聞いてるよ。やっぱり彼女に関することは何も言えないみたい。さすがだわ、見るからに漫才が得意そう。天才クラブ会員番号81番、ルアン・メイ。有名な生命培養分野の権威で、多くのスタッフが彼女を慕ってる。そのせいか、彼女は宇宙ステーションに来るなり自分がここの主であるかのように振る舞ってるし、ミス・ヘルタも何も言わない。そうさ、まるで自分の家のように宇宙ステーションの至るところに彼女の研究ノートを放り投げてるんだ。だから彼女の手書きメモを追いかける連中が後を絶たなくて。なあ、何を手に入れたと思う？噂から再現されたルアン・メイの生命体培養配合法の低スペック版だ。ここにはこう書いてある。 10g の知性、1トンの練習、30粒の精神、余生徒さんの読書少将。かつて言葉を話す椅子を作り出した。椅子に特別な才能はないが、とても毒舌で、最後は分解して薪として使った。我々も試してみよう。まずは原料選びだ。
少しいいものを加えないと。あまり入れすぎないように。うん、これらを混ぜ合わせてみよう。いや待て、配合法にはルアンメイは生命体を育てるときに様々な表現を行うと書いてある。の育てた小生命体。チーズフォンデュケーキ様、お目にかかれ光栄です。おい、何をぼんやりしてるんだ。ああ、チーズフォンデュケーキ様の言葉がわからないんだな。大丈夫、そんな時のために共感覚ビーコンを用意しておいた。私は天才、天才の中の天才。ケーキ様は、ミス・ルアン・メイはついにこの天才の存在に気がついたようだとおっしゃっている。
チーズフォンデュケーキ様は、ミス・ルアン・メイはこの天才を成功作品と認めてくれたのかとおっしゃっている。チーズフォンデュケーキ様は、ミス・ルアン・メイはまだ私のことを生命体として認めてくれていない、もっと頑張らなければとおっしゃっている。なんと前向きなんだ。自分には一つの思いがある。創造主よ、世界にとってあなたは一人の人間に過ぎないが、私にとってあなたは世界そのものだ。ああ、ミス・ルアン・メイ。君、そこの君だ。チーズフォンデュケーキ様に何か言いたいことはないのか。少なくともこのお方への気持ちを示すべきだろう。アズキアッシュに送り込まれたスパイだと疑われないようにな。あんたは分別のないお菓子だよ。ルアン・メイに関することは言えないのを忘れてた。君という人は、声が大きい。ああ、チーズフォンデュケーキ様は情熱にあふれているように見えるが、その実、心は非常にデリケートなんだ。チーズフォンデュケーキ様がこれほど努力されているのは、ミス・ルアン・メイの気を引くために他ならない。実はチーズフォンデュケーキ様はずっと小豆アッシュと味の戦いを繰り広げているんだ。チーズフォンデュケーキ様は人々の暮らしが前向きであるべきだと信じている。彼らは皆ミス・ルアン・メイに認められることを望んでいるのだが、容易ではない。チーズフォンデュケーキ様と呼ぶのだ。ただ、わからないことが一つだけあるんだ。チーズフォンデュケーキ様はこれほど優秀なのに、どうしてミス・ルアン・メイに認められないんだろうか。チーズフォンデュケーキ様は本当に彼女の愛を求めてるのに。創造物に対する創造主の愛、親子の情、違うな、愛情、さらに違う気がする。わからない。宇宙の果てがどこにあるのかすら知らない私が、愛とは何かを知ってるわけないだろう。だが、愛があればそれでいい。愛とは大声で口にするべきだ。それこそがチーズフォンデュケーキ様の信念なのだから。それはチーズフォンデュケーキ様に聞いてみないと。おお、チーズフォンデュケーキ様が了承されたぞ。
サンゴの意志、情熱変身。くれたんですね。重要な議題があって、ヘルタが私とスクリューガムを宇宙ステーションに呼び出しました。スティーブンにも連絡したんですが、返信がなく、ヘルタは待ちきれないそうです。そこで私と一緒に来てもらいたいんです。どうでもいいようなことでヘルタの心を痛めたくないんです。彼女はほとんど気にしないでしょうが、念のため私の話をサポートしてくれる人、つまりあなたが必要なんです。私の手伝いをしてください。とても簡単ですよ。まずは私に関する秘密を漏らさないこと、次に余計な質問をしないこと、最後に自分の表情をコントロールすることです。では行きましょう。仲良くやれてるみたいだね。お会いできて嬉しいです、レディ。ロンリ、予想より早い再会ですね。あなたは呼んでないけど歓迎するよ。この歴史的な瞬間を記憶に留めておいて、3人の天才が一つの部屋に集まるなんていつ以来かな。次はいつになるかわからないよ。皇帝、私たちの交流のきっかけとなるものは模擬宇宙以外はほとんどありません。今回の交流によってどんな思考の火花が散るのか楽しみです。じゃあ単刀直入に言うよ。そろそろ模擬宇宙の仲間をもう一人増やすべきだと思うの。スティーブンを外すつもりですか？まさか。スティーブンはこの件に関わりたくなかったみたいで投票を放棄したの。それ自体は別に構わない。私は個人のライフスタイルを尊重するからね。でも彼がこの決定に関与するチャンスはもうないよ。質問。模擬宇宙に5人目の協力者を引き入れるのですか？そう、5人目の天才。私たちがここに集まっている理由も分かってるでしょ？答え以外に天才クラブのメンバーを1箇所に集められるものなんてある？アイオーンの秘密を拒める者なんていない。ザンダーでも無理だよ。誰かが私たちに応じるはず。やってきたのがポルカ・カカムだったら願ってもないじゃない。ロード・オブ・サイレンス聞こえる？私はヘルタ、あなたに会いたいの。私たちには共通の話題がたくさんあるはずだよ。
ボルカ・カカムは応じないでしょう。彼女は長らく音信不通になっています。確率、原子博士なら現れる可能性があります。あ、それはダメ。原子博士の悪名高い研究の数々には目をつぶっても、彼と巡回レンジャーの確執を考えればカンパニーが騒ぎ立てるはず。模擬宇宙が妙な世論に巻き込まれるなんて絶対嫌。ヨセイトは？ルアン・メイ、あなたと彼女って今も付き合いはある？彼女まだ生きてるの？その話題について話し合いたいなら、彼女に席を外してもらう必要があります。長く退屈な話になりますから、他の人の時間を無駄に奪うつもりはありません。ええ、もちろんいいよ。彼女はあなたが連れてきたんだから、どうするかはあなたが決めて。さあ、私が送りましょう。そうだ、これは何？プログラムエラーのようですね。ねえ、このルアン・メイの切片だけど、模擬宇宙の中で見たことはある？模擬宇宙は私の家だよ。偶然発生したエラーイベントでしょう。まあいいよ、構わない。見て見ぬふりをするのは慣れてるから、手間も省けるし。ただそれを残し続けるつもりなの？はい、記録によれば彼女はこのイベントがお気に入りのようですから。わかった、いいよ。研究に有益なら何をしようと構わない。さあ、親愛なる友、私が送りましょう。どうしたの？まだいたんだね。現れたやつ次第かな。宇宙ステーションの空気は快適ですね。結論、その中を知識が流れています。彼の本名は知りません。かつて原子博士は数多くの非人道的な罪を犯したため、有機生命体ではないのかもしれないと考えている者もいます。論理、無機生命体も有機生命体も平和を尊重すべきです。私の考えすぎだったようです。どうやらヘルタの気まぐれだったみたいで、本当に彼女らしいですよね。ただの勘違いで何よりです。でもどうやら逃げられないようですね。しばらくここに残る必要があります。私にとってカイニーは一番の頭痛の種なのに。そういえば、あなたが回収してくれた主制御部分の生命体を確認しました。本当にありがとうございます。いいえ、それは誤解です。ただヘルタが会議をしている時間を使えば、あなたはもっと自由に宇宙ステーションを探索できるでしょう。
早めに伝えておきたいことがあるんです。会議が終わった後では間に合わないかもしれませんから。生命体回収はまだ終わっていない。一体だけではないんです。封鎖部分に保管されてる生命体がいますから。以前ヘルタはその場所を使って銀河の各地からの訪問客や天才クラブのメンバーをもてなしていました。しかし反物質レギオンの侵入を受け封鎖されてしまったんです。今もまだ私の大きなトラブルがそこに保管されています。ええ、宇宙ステーションの秘密はあなたが思っているよりもたくさんあるんです、ヘルタですが。教えられる情報もあります。その場所は人間の形をしていない訪問者のもてなしにも使われていて、宇宙空間へとつながっているシャトルバスがあるんです。私のコマンドカードをお渡しします。手を出してください。あなたの指紋を入力しますから。親愛なる友、気をつけてくださいね。どうしても解決できないような危機に遭遇した場合は信号を送ってください。後の影響など考えず、私自らが出向きますので覚えててください。封鎖部分の中央には巨大なシャーレがあります。そこに私の大きなトラブルが保管されています。ホームに戻ってきたら会いに来てください。その時には全てわかるはずです。オルカ・カカム、天才クラブ会員番号4番。謎に満ちた女性で、無視できない数のクラブのメンバーが彼女の手にかかって命を落とした。もう長いこと音沙汰がないけれど、私は彼女が生きていると信じている。ねえ、ロード・オブ・サイレンス、あなたがここに来たら、あなたがこれを聞いていたら、私は会員番号83番ヘルタ。あなたに会いたいと思っているの。あなたと私には共通の話題がたくさんあるはず。天才クラブ会員番号76番、今ちょうど彼や、まだ早いし、どこかへ行く？